皆さんこんばんは、マーティン。第のミラクルマイキングタカです。今日は日本の詩人、いろいろ言います。作太郎、萩原作太郎さん、月に吠える青猫ですが、童貞有名な詩人、高村光太郎さん。僕の前に道がいたですね、大体は。あとは宮沢賢治さん。詩人では、まあ、春と修羅。やっぱり雨にも負けずですね、有名な。雨にも負けず、今度詩を披露したいと思います。北原白秋の、蛇集文、まあ、あとはまあ、中原中也さん、ヤニーの歌、あとは、汚れちまった悲しみにもあります。あと、吉野宏さんの消息とか、谷川俊太郎さん、言葉遊びの歌、いろいろ絵本詩集の作家でございます。あとは、山形で有名な文学といえば、斉藤茂吉さん、斉藤茂吉記念館ありましたね、そういえば。社交、ドーママンも、あとはまあ、あらたまというのがあります。あとは、与謝野晶子さん、乱れ髪、舞姫。ああ、弟よ、その後難しいですけども。俵万智さんのあの、沢田記念日、プーさんの花、風の手のひらの、ありましたね。俳句、まあ、いろいろだけど、俳句といえばやっぱり正岡子規さんですね、やっぱり。有名です。あとはまあ、文化人といえば、あとは、内田達治さんや、あ、茂木先生、茂木健一郎先生、おりましたね。あと、福沢諭吉さん、学問のすすめ。あとは、いっぱいいますけども、まあ、いろんな詩人とかいろいろな作品ですね。というわけで、以上です。バイバイ。